はい、メンタルコーチの平本明夫です。心理カウンセラーの西地です。メンタルマネジメントスクールの俊です。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、平本式でカウンセリングを学んで、結構クライアントさんへの対応力とか、それからメンバー、一緒に仕事をしているメンバーの対応力がどんどんつくので、いや、なんで効果がこんなに出るのかななんて、思うし、そういうこともよく聞かれるんですけど、どうしてあんなに効果が出るんですかね。そうですね。私、その平本式を学ぶ前と学んだ後、両方体験してるんで、結構はっきりわかるところで言えば、言葉だけでなく言葉の裏にあるその身体感覚であったり、体が覚えていることをこう深掘りして、言葉では言ってないんだけどこう感じてるんだ自分はみたいなのをこう掘り下げていくところにあるんじゃないかなと思いますね。あ、例えば教科書でダンスしたことない人にブレイクダンスこうしますの一個一個やると、まあ何年もかかりそうなんだけど、典型的な動きから初級中級上級パターンやって、動画見せて動く、動画見せて動くみたいな感じで、実際いいパターンのパターンを見て動くみたいなトレーニングの仕方をする。あとは世界中の600以上ある心理療法カウンセリングの集大成で効果があると言われているものを大きく7つのカテゴリーに分かれているんで、包括的、だから解決できない問題はない、包括的な関わりを、統合的に使えるっていうところある。なるほど、じゃあ普通だったらカウンセラーとしても何年も何年も経験を積みながらパターンを見出したりとか、それからこう、あ、どういうケースなのかなっていろんなこう心理療法から引っ張ってやるっていうのがなんとなく全部を学べちゃうってことなんですかね。そうなんですね。大学、大学院でアカデミックで言うと、大体普通一つの大学院で一流派、もしくは一人の先生一流派なんで、20年30年かけて一流派を深掘りするのももちろんいいんだけど、まあ忙しいビジネスパーソンって30年かけて一流派で、これを7つと言うと、なんか210年ぐらいかけて全部わかるっていうことになっちゃうんだけど、その中で実践的にすぐ使える要素を包括的にやってるし、まあ深さでも、行動レベル、認知レベル、情動レベルっていう、まあアドバイス助言の行動だけで良くなる場合と、あとは気づきでなんとかなる場合、身体感情でネガティブ感情を吐き出すことによってクリアになる。これもシステマティックになってるから、包括的でシステマティックで統合的に使えるから、しかも短い時間でやれるようにしてる。なるほど。なんかこう部下とかメンバーとか、それからクライアントさんとか、相手の状態とか相手の悩みに合わせてそうやってこう繰り出せるようになったら本当いいなと思ったんですけど、なんでそういうことができるんですか。相手の状態に合わせて繰り出せるっていうのは、やっぱりそのさっき、あれなんだっけな、その体験学習っていうんですかね、いろんな事例を見ながら体験していくことと、それをいろんなものをこう全体像が見える感じですね、全体像が見えて、会計ってこういう感じなんだな、でこれでダメだったらじゃあ次こうやってみようっていう、こう全体と部分のバランスがすごくいいんじゃないかな。それを体験するんで、なんか知らんけどこうできるようになってるみたいな、そういうこう学びがあったような気がしますね、受講者と。確かに、一つはカウンセラーとしての関わり方のトレーニングが一つ、そして二つ目は全体像が見える、全体像の中で7つのアプローチの今どこを言ってる、あ、ここ頭打ちだったら次のアプローチに行こう、しかもどの順番でどれを行けば割と当たりがいいかっていうのが明確に、ロジカルに体系化されてるんですね。なるほど、なんか7つって言われるとその7つも気になりますけど、はい、また別の動画で聞いてもいいですか。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。次回の動画で会いましょう。